れ様です。グリーンです。本日はですね、5月の漫画購入品紹介していきたいと思います。プラスレビューですね。まあ、感想も軽くおしゃべりしていけたらなと思います。それでは早速、1冊目。こちら。明日にかける。4巻、最終巻でございます。まあ、その名のと、週刊少年ジャンプにね、連載してた、明日にかけるでございます。以前ね、完結した時に、動画も出したんですけれども、それのね、完結編でした。まあ、物語はもうその時に喋っちゃったのであれなんですけども、今回、書き下ろし番外編49ページをね、やっていたの。ニトとカズローが戦う前のお話ですかね。頃に起きてたね、お話をちょっと、描かれておりました。まあ、ミトとナオちゃんもね、いい感じになっていたりだとか、まあいろいろありましたが、まあ結局ね、僕は好きな作品だったな、ということです。まだまだ応援したかったです。作者の後書きにもですね、まあ、力不足でしたと。また、どこかで書きたいというふうにおっしゃっていたので、それを楽しみに、していきたいと思います。はい。続きまして、2冊目はこちら。ボルト。ツーブルーボルテックス2巻ですね。まあ、ボルトとカワキの頃の立場が逆転した現象から3年。そして、サスケが、十尾のね、木に取り込まれてしまった。どうなっていくのかと。ところでしたが。まあもう、カワキをこう、崇めていたミツキもちょっと、ボルトの言葉でね、ようやく目を覚まそうとしていますが、果たしてボルトはね、みんなを仲間だと信じてもらえることができるんでしょうか。楽しみです。続きまして、こちら。弱虫ペダル。89巻です。ついにインターハイ開幕しますね。九州。まあ、このキジ君がまず強いっていうのはね、もうみんなわかってると思うんですけど、また二度の筋がね、さらなる進化を遂げ、成長しております。そんな中ね、総北のダンチク君がね、気の迷いを起こしていますが、まあ、一茶、カブラギ一茶をね、制御できるのは君しかいないのですから、自信を持って頑張ってほしいなと、思います。続きましてはこちら。先生と、人と背の青。2巻ですね。今回はね、花火大会。そして海。文化祭。まさに青春。真っ只中で、真っ只中でしたね。面白かったです。まあ、やっぱ、間々にちょっとこう、恋愛要素も入れてくるあたり、こう、この今後がこう、こじれていきそうで、楽しみです。続きまして、こちら。木漏れ日の人、2巻ですね。難しい内容だわ。加害者となってね、どう生きていくか。まあ、ついに10年越しにね、アイドルへの復帰プロジェクトをね、指導していくわけですけれども。まひろのお父さんが出てきたりとか、まひろの事故に、本当はあいつがかかってたんじゃないのか。謎が謎を呼んでおります。はい。続きまして、こちら。ゴールデンの一巻ですね。今話題の悪魔ゲームの作者ね、めぐみ先生。デミちゃんは語りたいのペスト先生のコラボの作品でございます。表紙のキャラがね、まあ、ゴールデンマンなんですけど、今、記憶喪失みたいで。じゃあ、君がゴールデンマンじゃんと思ったら、周りの人は違うっていう。なんかよく難しい話です。けど面白いです。ブルースちゃんが可愛いです。ブルースちゃんが可愛いです。続
続きまして、こちら、バーサス3巻でございます。いや、もう、むちゃくちゃになってきたよ。天敵、盛りだくさん、むちゃくちゃになってきたよ。なんか、宇宙人とか出てきたし、最強宇宙人来たと思ったら、さらに最強の大型怪獣みたいなやつも出てきたし、もうむちゃくちゃです。むちゃくちゃです。でも面白い。続きまして、こちら、タワー団長、2巻です。まあ、あんまり話は進んでない気がする。で、なんか妹が、ね、やばいことになってましたけど、なんか悪そうな男も出てきてね。まあ、でも、あんまり話は進んでないかなと思います。続きまして、こちら。15野球少年漂流記、2巻。野球漫画です。全員投手の方針でね、今、やってるんですけども、この、表紙にも映ってるね、キャッチャーの、近田かな名前、近田がやってると。だね、まあ、なかなかクセ者っぽいですけども。まあ、ようやく監督のね、若様を、ちょっとは信頼しだしたのかなというところです。続きまして、こちら。133センチの景色、2巻でございます。まあ、やっぱ自分の価値観だけで全部決めちゃいかんし、その物差しで相手を測るのは絶対に違うなって思いますね。うん。だし、過去の自分を、今の自分が、責めるのも違うなと思います。もっと、なんだろ、過去の自分も褒めてあげたいなって思いましたね、読んでて。そんな感じです。こう、ハマってます、あの作品は。そして、最後ですね。こちら。僕殺ピンク、11巻。100万部突破で、おめでとうございます。こちらもあの、単体でね、商品、作品紹介動画撮っておきますので、よかったらそちらもね、見ていただけると嬉しいです。次に11巻ということでね、待ちに待った。正直あの、格好のね、シーンではね、もう涙がね、止まらないぐらい、感動しましたが、また新たな、ピンクも現れてきて、ハラハラしております。そしてこう、ラブがね、やっぱり物語のこう鍵を握っていて、重大な涙がね、理解わかるみたいな、楽しみにしておきたいと思います。ということで、今回はね、この、11冊を、紹介させて、いただきました。明日にかけるがね、終わってしまったのは本当に、悲しいでござんす。はい。ということで、また次回、次は5月、後編、漫画購入商品、漫画購入品紹介でお会いしましょう。バイバーイ。